蝶一本晒しに巻いて旅へ出るのも板場の修行待ってて解散悲しいだろうがああ若い二人の思い出にじむ法善寺月も未練な十三夜小石さんが私を初めて法善寺へ連れてきてくれはったのは富士吉に奉公に上がった晩やった。はよ立派な板場派になりやいうて長いこと水掛不動さんにお願いしてくれはりましたな。あの晩からわては小石さんが好きになりました。腕を磨いて何話に戻りゃ晴れて座れる中ではないか。お願い解散泣かずにおくれ。ああ今のわてには親方にすまないわ。味ののれんや歯が立たぬ。死ぬほど苦しかったわてらの子に親方はんは許してくれはった。あとはみっちり包丁の修行を積んで一人前の料理になることや。なあ小石さん待っててや。ええな、小石さん。意地と恋とを包丁にかけて両手合わせる水かけ不動さいなら恋さんしばしの別れ。ああ夫婦全財思い出横丁法善寺名残尽きない日が潤む。